こんにちは。こんにちは。はい。はい、ゆかさん。はい。今日も3連戦を振り返る。はい。ね。しましたが。はい。まあ日程が出たんだよ。17連戦やるのみたいな。ちょっとね。ああ、DeNA がね。まあ17連戦を抱えてるということね。まあコロナだったり天候だったりいろんなことがありますね。まあまあそうだね。まあだからまあそれはもう受け入れるしかないしね。うん、まあ頑張ってほしいと思うし、はい、でまあ今週台風で流れがみたいな、すごかったですね台風ね。まあ台風ね、雨がひどくてね、俺の仕事も解説の仕事が飛んじゃったけどさ、そうでしたね神宮ね。そうね、だからぜひともちょ、うん、神宮はね首位攻防だし見たかったんだけども、そうですね、うん、では振り返ります。はい、もう下の猫はどうなったしか言わなくなった。そうそうそう、それでいいなはい、ということで、はい、こうなりました。はい、セリーグはこういった感じで、はい、先ほども言ったヤクルトと DeNA の試合は1試合ちょっと雨で中止になってしまったので、はい、1勝1敗ということで、はい、はい、で阪神と中日は3連勝、はい、はい、ジャイアンツと広島はジャイアンツの2勝1敗ということでした、はい、そうですね、はい、さあそれではまず首位攻防戦、はい、ね、第1ラウンドで小川と大貫の投げ合いで、ヤクルトがやっぱこう連敗中、6連敗ということで手を打ってきた。それ何を打ってきたかというと打順を変更してきた、うん、1番丸山、2番宮本、この若手で来たんだよね、うん、で3番塩見ということで山田を外したんだよ、はい、うん、ちょっと状態が悪いね。まあ、それで、村上が41号のホームランという、うん、まあ、先制をするというね、はい、大西からバックスクリーン、左にホームランを打ち込んだんだけども、まあ、プレッシャーがなくなったよね、40号を打って最年少の、だから村上、気をつけなきゃいけないなと思った矢先のホームランだったんだよ。だけど、DeNA の方も桑原が同点タイムリー。はい、まあ、4回外の二塁打、峰のタイムリーで、まあ、勝ち越していくんだけども、はい、うん、で6回には宮崎がヒットで出て、まあ、外がちょっとチェンジアップをねすごい溜めてガーンってホームランを打つというね、まあ、この試合で、チャンスでサンタナがちょっとブレーキになったね。でオスナーとか同点ホームランとか打ってて、でいい試合はしてたんだけども、まあ、8回村上と勝負をさ、8回というか村上にデッドボールを当てて、でサンタナ勝負になるんだよね、満塁で、まあ、その時にやっぱりサンタナが三振をし、オスナーが押し出しの1点を取るんだけども、次の代打がなんと山田という、でライトフライ、まあ、8回エスコバーが非常にデッドボール、フォアボールっていうことで非常に苦しんだんだよね。その時に3番に入ってる塩見が送りバント空振りして丸山が飛び出すんだよね、うん、でもまあ塩見がつないで1、3塁を作り、村上にデッドボールで、まあ、満塁になる場面だったんだけどもね。まあ、この時に、まあ、入江にすぐスイッチし、でオスナーにはフォアボールを与えたけども、もう山田を力でねねじ伏せにいったというね、うん、だからまあ押し出しの1点は入江やったけども、非常に力のこもった、まあ、いい投球ができたかなという、うん、なるほどね。まあこれで6ゲーム差、はい、さあ次の日どうなるかって言って、まあ、台風なわけよ。そうですね、うん、で雨で流れて、うん、まあ、昨日だったんだけども、その試合小沢対坂本、はい、でまた打順を入れ替えてきたヤクルトが、うん、はい、で1番山田、はい、これ3年ぶりらしいんだけどね、うん、で2番サンタナ、3番塩見ということで、まあ、上位打線をちょっといじってきてるんだけども、まあその坂本がいきなり先頭打者ホームラン、うん、まあさすがだね、うん、で4回に塩見がツーランを打つんだけども、うん、
まあ小沢も立ち上がりやっぱ硬かったね。ガチガチだったんだけどもさ、まあ満塁にされるんだよね。でデッドボール、宮崎がデッドボールを当てて押し出し、なおもワンアウト満塁、でバッター外、まあ1戦目にホームラン打ったりツーベース打ったりとかして、まあ調子が上がってきてる外だったんだけども、ピッチャーゴロゲッツーだったんだよ。で1点しか取れなかったっていうことが、まあ DeNA の方からするともうあれが全てだったかなというね。なるほど。でまあ小沢の次に挙げたのが木澤、まあピンチで上がったんだけども、牧、宮崎っていうところで上がってきたんだけども、まあそこを抑えて6勝目、はい、で中継ぎ陣がまあ頑張るね、やっぱりね、あそこは今野、梅野、清水、マクガフ、まあヤクルトやっぱこう強い経験値の高い選手がすごく多くなったよね、去年勝つことによって。そうですね、だからこれがこの試合がいかに大事かっていうことをやっぱりヤクルトの選手っていうのはよく知ってるし、まあキャプテンマークをつけてる山田がね、いきなりのホームランで気持ちを見せたよね。なるほど。だから DeNA の方はまあ外がピッチャーゴロを打つ、でまあゲッツー1点先制されたんだけども、いきなりやっぱりキャプテンが一振りで同点にして帰ってきた、まあそういう気迫みたいなものがなんか選手個々に伝わっていくというかさ、だから今日のヤクルトの試合を見た人っていうのはすごくヤクルトの気迫を感じたと思うよね。だからすごくいい試合だったし、仮にここで負けてると5ゲーム差になってんだよね。なるほど。だからそこら辺をよく知ってるというね。だから非常に面白い、雨で流れなかったらどうだったかなっていうね。いや、そうですよね。だから連敗をしていても、やっぱそれを止めるっていうのが、もうここまで連敗するとなかなか難しかったりすると思うと、まあそうだね。四国語打順入れ替えたりとかっていうのもあったと思うんですけど、この雨っていうのはお互いのにとっては、いや、ヤクルトにとってはでかかったし、やっぱ DeNA の方は今日のそのバッティングを見てると、はい、少しちょっとゲーム感というものがちょっと狂ったかなっていうようなね。なるほど。そういうバッティングを見せてたんで、まあすごくヤクルトにとっては恵みの雨だったよね。なるほど。でも自然も味方につけたということだよね、ヤクルトの方はね。でもあれだけこう気持ちをこう切り替えていくっていうことが、まあヤクルトってできるんだね。だからやっぱそこら辺見るとやっぱりいいチームだなと思うし、まあ DeNA の方はもったいなかったなっていうね、まあそんな感じがしました。はいはい、はい、続いて阪神対中日、はい、で1戦目西と大野、はい、でこの試合から大島1番バッター中日の、はい、コロナで離脱ということで、はい、打てない上に大島を欠くということでね、まあどうなるかなっていうふうに思ったんだけども、まあ阪神はねやっぱ西の立ち上がりですが、もうちょっとエラーが重なって、まあ失点を重ねていくんだよね。なるほど。で阪神打線は4試合で4得点しか取ってないのよ、ここのところ。攻撃もランナーは出すんだけども、ダブルプレーで工夫が足りないような、まあそんな感じも受けるしね。で67個目のエラーが出て、いつの間にか頑張ってた守備陣がセ・リーグではトップになるんだよね、失策が。失策数ですね。だから失策数がトップになる。まあこうなるとさ、やっぱこうゲームが作れなくなってしまうというかね、ちょっとリズムも良くない、悪くなる、やっぱ試合の流れが難しいですよね。そうだね。で西と大野ってやっぱこう両チームのエース同士の投げ合いじゃない。でこの試合は大野が完封するんだけどさ、で対照的に中日の阿部がファインプレーをしゲッツーを取るとか、
だから阪神とは 真逆のこう試合をするというね、で、まあ、この試合では平田がタイムリーを打ったり、まあ、木下が8回にツーランを打ってダメを押すと か、だから非常に効率のいい点の取り方もできたし、守備陣もすごく頑張ったというね、まあそういう試合でした。で、2戦目藤浪と小笠原、阪神藤浪、中日小笠原、この名前を聞いて甲子園大好きなちいちゃんは分かるでしょ、何を言いたいか。何共に甲子園の優勝投手なんだよ。そうですね、今甲子園の時期にこの2人が、まあ、甲子園で優勝してるというね、そのピッチャー同士の投げ合い、はい、まあ、やっぱ素晴らしかったよ。藤浪も3回までパーフェクト、で7回まで投げて107球、4安打11奪三振かな。で、小笠原も7回投げて、107球、9安打10三振というね、まあ、ランナーは出すけども非常に要所を占めてるという。で、阪神の方は4回ノーアウト2、3塁、絶好のチャンスを作るんだけど、佐藤、陽川、山本、3三振、誰か前に飛ばしてよって思うけど、まあ小笠原の頑張りもあったとは思うけども、やっぱこのチャンスでさ、やっぱ佐藤、陽川、山本が何もできないっていうことになってくると、そのうち2人が3球三振だからね、だからちょっと辛かったな。そうですね、で、まあ一方あの中日の方は土屋がヒット、小笠原が丁寧に送り、まあワイルドピッチで三塁に進んだ岡林がセーフティースクイズで、点を取るとか、まあ細かく点を取っていって、まあ小笠原を援護していったという、まあそれで勝ちに結びつけたんだけどもさ、はい、やっぱノーアウト2、3塁4番に回ってきて、4番、5番に回ってきて何もできないんじゃ、やっぱこうゲームを失うよね。そうですよね、だから流れを変えたいんだよね阪神はね、で3戦目いいですか、うん、今ちょっと状況的にも厳しい感じですか。やっぱねエラーが出るんだよね。うん、エラーが出るとどうしてもこうなんていうの、勢いが出てくる、流れがこう切れちゃう、まあそういう状況にあるかな。で3戦目、ガンケル橋本、5回4点ビハインド、阪神が負けてます。でもロハスジュニアがスリーランを打って、まあ同点に追いついてくれるんだよ。だけどまあ同点に追いついて、ずっとそれから中継ぎ勝負に、なってくるんだよね。だけど、まあ、岩崎が点を取られて、まあ、負けるんだよ。で、その日も阪神三失策というふうにやっぱ守れてないんだよね。三失策は1試合ではやっぱ多いですよね。そうだね。だから、まあ、中日の方は岡林だとか、まあオリックスから移籍した後藤とか、はい、まあ土田の若手が頑張るんだよね。で 3盗塁というふうに、まあ中日も足を使ってきて、まあ得点に絡めようとしたりとかしてるよね。で中日の中継ぎも非常にいいんだけども、阪神の最大の強みっていうのはやっぱ中継ぎ陣なんだよね、とか抑えとか。だからここら辺の勝負、接戦で負けたっていうことがまたちょっとショックな出来事だよね。だからこれはねちょっと3連敗しちゃったけど、だから尾を引きそうな感じもするね。で阪神で一番心配だったのは、調子がいいけども、例えばその優勝争い、 A クラス争いから脱落した時には、まあ、監督辞めるの分かってるから。そうですよね、だからガタガタってもう落ちちゃうんじゃないかっていうのが心配。なるほど、だからここ踏ん張りどころだから阪神頑張って、ね、
ね、ここを引っ張っていて、こうね、あの離脱している主力の選手たちも戻ってきてって、また変わっていくね。うん、だからその離脱する選手が帰ってくるまで頑張っててほしいなと思うよね。はい、で続いて巨人対広島。はい、巨人は1戦目堀田、うん、で広島の方は大瀬良。はい、ね、まあ巨人の方は丸がホームランとか中田14号ツーラン、まあ3点先制するんだけども、接戦になって、まあ平内が後半出てくるんだけども、まあ点を取られ、まあ中継ぎ陣のまあ差が出ちゃったかなっていうね。でも広島が良かったかというと、まあ大瀬良が3回5失点、まあこの日を境に抹消されたけどもさ、調子の悪さで、はい、ただ打撃陣、まあ西川が5試合連続の打点とか、まあ非常に、いいんだよね。で、まあちょっと離脱してたマクブルーが、まあ4番に帰ってきてタイムリーを打つとか、まあ小園が、はい、犠牲フライを打ち勝ち越すとか、だから、まあ大瀬良が悪かったんだけども、その後出てきたリリーフ陣が、まあ珍しく頑張ったかなっていう。いや、もう申し訳ないけどさ、はい、まあ阪神とか中日とは真逆で、広島は中継ぎ陣がやっぱちょっと弱みだからね、はい、うん、でもまあ頑張って初戦を取るという、うん、うん、で2戦目直江と遠藤、まあ直江も立ち上がりスッと立ち上がって、まあ遠藤なんだけども、うん、まあ先頭の吉川の打球を小園がエラーしちゃうんだよね、先頭打者を出して、はい、でボール2になってから本当は送ろうと思ってたんだけども、ボール2になったんでサイン変えるなと思ったら、やっぱ案の定変えてきた、バスターエンドランを仕掛けてきて、それが見事に決まって、はい、吉川がチョークホームインし、まあ、先制するんだよね、うん、で続で中田がまたタイムリーを打って2点先制をすると、うん、で4回にはポランコ大城がホームランをし、まあ、4点差をつけるんだよね。うん、で直江が良かったところっていうのは、西川が非常に当たってるんだけど西川を抑えられたということだよね。うん、だからやっぱり広島の打線を抑えるのに今西川をマークだよ。なるほど。でそれが直江ができたから、まあ勝ち投手になったという、うん、6回をね86球3安打、6三振、まあ、1つのフォアボールという、うん、よかったね。で直江のヒーローインタビューとか聞いたんだけどもさ、やっぱりいろんな人に感謝してたね、手術もしてるし。そうですね、だからすごく実直な人間で、なんか好感の持てる、まあ、人間だなっていうのは感じた。うん、で巨人はこれで、プロ入り初勝利の人間を、はい、今年何人出してると思う。何人ですかね。前半もうこうマイカード出てるっていうような時もありましたよね。ああ7人。7人ってすごいですよね。7人ってすごいよな。だからやっぱこう原監督は着実になんか若手を戦力にしてきてるなっていうようなね、まあそんな感じがした。うん、素晴らしい、ね、で直江がやっぱこう初の勝ち投手ということで、はい、セーブシチュエーションじゃない時にやっぱ大勢を持ってきたんだよね、最後抑えに、うん、やっぱ何かあったら困るじゃない、何かあったら。だから大勢を持ってきたんだけど、はい、まあ、坂倉がホームランを打つというね。やっぱ大勢も点があるからちょっと抜けてんだろうね、ちょっとね。まあそういう可愛らしさも持ってるわ、大勢がね。ですね。はい、3戦目。はい、シューメーカー大道の投げ合い、はい、4回中田のツーランで先制というね。やっぱ中田ちょっと覚醒してきてるね。
ね、なんかもう最近絶好調ですね。うん、ほんとね。だから非常に頼もしくなってきてるし、まあそれで2点先制したんだけども、はい、まあ7回菊池に同点タイムリーを打たれるんだよね。2対2になる。で、ただ8回、はい、吉川に変えて、吉川が一塁にいて、はい、出て、ダイソー増田を送るんだよね。おー。で、吉川も決して、足は速く、遅くはないよ。うんうんうん。で、より速いのを持ってくるという。うん。足の速い選手にとっては、屈辱的な采配をされるんだよね。なるほど。あ、俺にダイソーかみたいな。多分吉川初めてじゃないかなと思うんだけども、でもより速い増田を持ってきて、盗塁し丸の、うん、タイムリーで帰ってくるというさ、だから原監督のやっぱこう采配がズバリだよね。でクロールが初勝利、はい、ね、巨人のね。で中継ぎ陣が手薄な ところでクロールという選手が初勝利を挙げたりだとか、はい、そういうことになってくるとやっぱちょっと厚みが出てきたね。あ、これは非常に巨人にとってはいいことだなと思って。だから戦える体制を徐々に整えてきてるというかさ、だから非常に面白くなってくるだろうなって思ったよね。なるほど。まあ、巨人はピッチャー陣がっていう話は豊さんよくしてましたけど、そういうふうなことで少しずつその課題をしていけるかなっていう感じですか。まあそうだね、少しずつだけども、うん、まあ若手も勝ってきたしね、直江が勝ったしみたいな、で山崎伊織が連勝したしみたいな、だから非常に先発陣はなんとかなりそうなんだよね。あとは中継ぎ陣なんだけども、まあクロール1面加わることによってすごく厚みが出たかなっていうね、まあそんな感じがするよ。はい、はい、広島の方はね、巨人を上回るアンダーを打ちながら、まあ原監督のその試合後のインタビューで、はい、意外と広島は淡泊に勝負してくれたし、淡泊でしたねっていう、もっと何かやってくるかなと思ったんですけどみたいな。あ、敵将がそういうふうに淡泊だなと思うような野球やっちゃダメだよね。それは何かあったんですかね。いや、なんか 手の打ちようがなかったんじゃないの。だからまあそういうことで、まあそういうことを言っちゃいけないと、言わせちゃいけないと。なるほど、ね、そう思いました。それで、はい、雨で流れが変わったね、これはもうヤクルト、こう DeNA だよね、はい、で気迫が伝わったチームと空回りしたチーム、阪神もね、やっぱりこうなんとかしよう、連敗を止めようとしてなんとかしてね、必死に追いついたんだけどもさ、なんかちょっと最後の最後に空回りしてるというかさ。で広島もそうだよね、カードの初戦取ったのにね、結局負け越して帰らなきゃいけないというね。だから非常にこう、まあ気迫があったよ今日なんか、ヤクルトなんか、だからまあそういう3連戦だったかなっていうふうに思いました。はい、はい、続きましてパ・リーグです。はい、こうなりました。はい、パ・リーグは楽天と西武が、西武が2勝1敗、はい、ソフトバンク、オリックス、オリックスの2勝1敗の勝ち越し。で、ロッテと日本ハムは1試合、そう雨で、そうそう、なったので、1勝1敗ということで2試合だったんですよね。はい。ということで、はい、まず、楽天対西武。はい。で、岸と今井。チャンスは楽天なくはないんだけども、なんか繋がらないんだよね。なんか6回2安打、9三振。無失点に今井に抑えられるというね、はい、でこの試合で中村が450号、はい、今季8号、うん、で1000得点、素晴らしい、おめでとうございます。おめでとうございますね。
で6回には源田を一塁に置いて山川がまあ祝砲の一発ということ、うん、で知ってる、はい、山川仙台で10安打してるんだけど、はい、そのうち6本がホームランだよ。6割ホームラン、ホームラン率6割すごい、すごいけど楽天の方も少し考えなさいよってと思うよ。でこの試合友崎がまあダメ押しタイムリーを打ち、はい、勝つというね、うんうんうん、だから非常に効率よく、まあ、ホームランで点を稼ぎ、はい、まあ、タイムリーでダメを押すというね、7回に外崎が、で外崎が非常にいいよね。で2戦目、田中のマー君と与座の投げ合い、まあ1点を先制してもらうんだよマー君ね。でも4回に捕まるんだけど、満塁からオグレディに逆転のタイムリー、外崎にスリーランを打たれるのね。4回のそのマー君の打たれ方っていうのがやっぱほとんど変化球を打たれてるんだよね。少し変化球に頼りすぎなのかなっていうような。これはもうなんかシーズン始まってからそういう感じはありましたよね。そうだね、だからメジャーのその投球スタイルっていうのがちょっと抜けきれてないのかなっていう。やっぱ外国人より日本人の方が変化球に対応するのはうまいからね。なるほど、だから少しやっぱそこら辺を少し考えた方がいいかなっていうふうに思う。でこの試合まあこう楽天が粘って追いついていくんだよね、はい、ただ辰巳をサードに置いてセーフティースクイーズを仕掛けるんだけどもさ、サードのスタートが遅れるとかさ、9回もその同点機があったんだけども、まあ代打武藤、まあ2点差だったんだけどもさ、内野はもちろん下がってるし、まあ、内野ゴロで1点というケースで、なおもう1ランナーが1人残るわけだから、はい、でもそこで三振とかね。だからそう、なんていうのかな、使う代打とかちょっと若いなっていう感じがしたね。で一方その西武の方はさ、はい、まあ、8回に愛斗がまあ、スクイズを決めるという、サードランナー山田が必死のヘッドスライディングリクエストになるんだけどアウトの判定で、はい、まあ、セーフに覆ってさ、はい、山田の神走塁って言われてるけど、だからまあチームの目標というかさ、なんかすごくセーフは首位に立ってるし、まあ、そこら辺の目標の差かなっていうふうに思ったよね、はい、で3戦目藤平エンス、うん、ね、山川がまたホームランを打つという、はい、4回に、まあ、ソロホームラン、楽天のマークしてんのかなと思うぐらい簡単に打たれるというか、まあ、そのぐらい山川が絶好調なのかもわからないけども、そうですね、あ、だけどまあだけどちょっと打たれすぎやろっていうようなね仙台だけで7本打たれてるわけだから、はい、で3点リードするんだけども、楽天の方は2本の7回に2本のホームランで、まあ、島内と辰巳のツーランで追いつくんだよね、はい、でまあリリーフ陣が出てくるんだけども、はい、まあ、最近その西武のリリーフ陣っていうのは今年に入って素晴らしく良くて、で新人王候補の水上もすごく良かったんだけど、まあ1点を取られるという、浅村が8回犠牲フライで勝ち越されるという、で松井が締めるという、だから西武にとっては非常にもったいないゲームだったね。3点リードを持ってたからね、はい、で西武のその防御率から考えると、まあ勝つかなと思ってたんだけど、やっぱ楽天のちょっと意地を見たね。ただやっぱり島内とか岡島、まあ辰巳っていうのがここのとこ当たってきてるから、だからそこら辺のそのちょっとしたマークが甘かったかなっていう感じがするね、はい、で2勝1敗という、はい、はい、で続いてソフトバンク対オリックス、
で、1戦目杉山と、竹安、はい、で杉山っていうのは初回に失点する率っていうのが非常に高くて、うん、3試合連続でしてるんだよね。はい、でこの試合も吉田にツーラン打たれるという、なんかねやっぱ立ち上がりの、まあ立ち上がりのっていうか立ち上がりが下手なんだろうね。吉田のツーランで、まあ、先制するけども、まあ、周東が、まあ、足とか使いながら流れを変えていくんだよね。で今宮、牧原、連打で、一回はひっくり返すんだけどさ、まあ吉田のツーランとか紅林が勝ち越しとか、まあ中川がダメ押しをするとか、まあそういうことで小刻みに点を取るというね。まあ今宮、牧原とか、非常に素晴らしいつなぎがあったりとかファインプレーもあったんだけども、まあ吉田一人にやられるというね。まあ吉田が2本のホームランを打ってるしね。まあそんな1戦目でした。で2戦目は武田と山崎福也。うん、ボール球が多すぎてリズムが悪いんだよね武田が。なるほど。でもなんとか抑えていくんだよ。で周東に助けられたこともあるんだよね。ランナーを置いて、まあ、センターの後ろに大きなのを打たれるんだけどもさ、それを背走して間一髪取るんだよね周東が。チャンスは多く作るんだけどもオリックスの方はここ一本が出ないという、はい、でこの試合やっぱりこうエラーで、リズムが悪くなるんだよねオリックスの方は。ただ3点ビハインドを8回にこう同点にまで持っていくんだよ。だからまあさすがだなと思ったんだけどオリックスは、はい、ただしまあ周東がサヨナラホームランを打つというね。だからもうなんかこの一勝は周東がもたらしたもう個人でもたらしたあの一勝みたいなもんだったよね。なるほど。まあ走る取る、打つ、まあ素晴らしかったよね。だけどそこに絡んでたやっぱり 1,2 番を形成してる今宮、はい、この相性が素晴らしくいいね。これ1,2 番としては最高のコンビだね周東今宮っていうのは。だから今後もその周東今宮で 1,2 番を形成できるような状態であれば、ソフトバンクも非常に来るかなっていうふうには思うけどね。まあ来るっていうか、まあ、もう来てるんだけどもさ、もっと状態が上がってくるかなっていうふうに思うよね。で3戦目、はい、和田とビルド。先発の和田と2番手の C のが、まあ、ゲームを作ることができないって、もうボロボロだよね。4回ホームランなしで一気に7点を取るという、はい、まあ、続く回も3点を取るとかね。まあ、その中で、まあ、福田という人間が、活躍するわけだけども、はい、だからまあホームランなしで7点を取られるっていうのはもう一気に攻められたという感じで、もう全くゲームにならなかったね。だからソフトバンクって強いのか弱いのか分からないような試合転換を作ってしまうし、非常に今年はなんかつかみどころのないそういう試合をやってるよね。はい、まあそういう3連戦でした。はい、ロッテ対日本ハム、ね、まあここも雨で流れたけどね一試合ね、はい、で石川対ポンセ、はい、ね、この試合で茶谷、ね、名前聞いても分かんないでしょ、ね、いや知らない人の方が多いと思うよ茶谷って、はい、でもプロ入り初ホームランツーランをね、はい、打つんだよね、で先制するという。ただし日本ハムも万波がソロホームラン12号を打ち追い上げていく、はい、で9回に、相手ロッテの守護神増田から、
万波が同点タイムリーを打つというね。はい、うん、まあその裏にはビッグボスが万波に言ったらしい。はい、近藤にどうやってボールを見逃してるかを聞いてきなさいと。おね、普通さ、どうやって打てるかを聞いてきなさいじゃなくて、どうやってボールを見逃してるかを聞いてきなさいっていうアドバイスをするんだよね、万波に。見逃すボールはこういうとこだよっていうポイントを聞けっていうことですか。うん、だと思うんだけど、で近藤に聞きに行ったんだよ。うん、そしたら近藤はラインを作れと、まっすぐのラインを描けと、そっから外れたボールに対しては振ることはないと、そういうラインを作りなさいっていうのを言ったらしいよ。はい、それをその場で聞いてすぐ実践できるようなものなんですか。いや、それはね、ポーンと入ってきたんだろうね。あ、それを実践したら打てたという。すごいですよね、それも。で同点だったんだよ。はい、ただし9回に、うん、高部がヒット、うん、ね、同点でね、で、すかさず盗塁、はい、キャッチャーのエラーも重なり、ランナーサードになるんだけど、まあ申告敬遠も挟みながら、うん、岡に回ってくるんだよね。はい、で岡が三遊間を抜いてサヨナラタイムリーという。はい、ここも今年も広見ないとかというねえ、まあ去年なんかホームラン打ってね、ヒロミナイトって言われてたけど、うん、だから今年も岡健在というね。はい、ただし万波がなんかね、覚醒しそうな言葉をいただき、うん、まあそれブログにしてるんだけどね、豊さんの。そう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 、はい、まあちょっと読んでもらえればね、読み応えのあるブログが始まってますのでね。そうそう、はいはい、高木豊のスポーツ日記というね、はい、いうことでありますけど、まあ概要欄にも貼ってまいりますから、はい、ちょっと飛んでもらいたいというふうに思います、ね。はい、で昨日のゲーム、小島と加藤、はい、加藤はコロナ明けだからね。そうですね。で小島もね、前回ものすごい気迫があって、うん、勝ち投手を本当にもぎ取ったんだよね。うん、うん、だけどそのまあ1点先取されたらすぐ荻野が先頭打者ホームランで追いついてくれるんだけどもさ、うん、打線がつながらない、まあ、安田茶谷っていうのが3安打ずつ打ってんだよね。で打順も並んでんだよ。つながってそうなんだけどもチャンスで打ってない、うんうん、でつながって打ったとしても後続が倒れるというさ。なるほど。だから本当につながらないんだよね。でサヨナラヒットでここも雨で流れちゃったじゃない。はい、ねえ、うん、だからその勢いをやっぱこう つなげることができてないよね。なるほど。だから今日も打てずに負けたというさ。やっぱこう3連戦だと、うん、真ん中帯が雨っていうのはかなり大きく影響してくるんですよね。あ、なんかしてくるね、こう見てるとね、うん、セリーグもそうだし、うんうん、で日本ハムの方は、まあ、近藤を中心に、はい、うん、今川、古川、万波、佐藤と下位打線が頑張るんだよね、うん、まあ、もちろんその近藤は下位打線ではないけども、古川、今川、古川、万波、佐藤っていうのが下位打線、若手がすごく頑張る。でこの試合でも盗塁4つとさ、相手にプレッシャーをかけ続けるんだよね。うん、そしたらキャッチャーやってた佐藤がおかしくなっちゃってさ、はい、バッティングが響いちゃって、はい、ね、代打を出されたというね。うん、だから、まあ、日本ハムの方は、まあ、1勝1敗というね、この試合はね、うん、はい、で、子が目立った3連戦、はい、この試合ね、本当にね、子が光ったね。なるほど。まあ山川、ね、楽天、仙台大好きですみたいな。ね。ね、移籍してもいいんじゃないかみたいな。
多分、いや多分楽天にはいかないと思うんだけど、いやでもそこでさ6割のホームランの確率があるって言ったら行きたくなっちゃうよね。ねで吉田ね、やっぱ存在感あります、うん、はい。で周東、はい、周東の足からのそのゲームの流れを変えていくね。でも足だけじゃない、サヨナラホームランも打つぜみたいな ね, ね。で万波、うん、ね、目から鱗、目から鱗、言葉をいただいたね。うん、で岡、はい、ヒロミの愛と健在ということで、そうです ね, ね、うん、だから非常に子が目立ったよね。そうですね、はい。このパッチで言うとこの楽天が、うん、ま、ずっと貯金があったのが、うん、一旦なくなっちゃうんですね。そうなんだよ、18あった貯金が、うん、そうそうゼロになっちゃったんだよ2戦目で。そうそう、まあ昨日勝ったからまた貯金1っていう風に戻してるけど、はい、これはなんかこうよろしくない記録というか、いやーすごい最低な記録だよね。うん、だから苦しんでるなっていう風には思うけど、はい、まあチームのバランスが悪くなってきてるね。もうなんか少しずつ貯金が減っていくっていうところで18あったものがなくなるというのでかなり深刻ですかね今。深刻だな、まあ今日勝ったんでね、あ昨日か、ね、昨日勝ったんで流れが変わってくれればいいけどね、はい、そうですね、はい、はい、で、ということで順位表、はいね、これヤクルトが昨日勝ったことによって7になった、またそうですね、この直接対決だったので、うん、こうゲームっぽく動きますね。そうそう、だから、うん、5だったらやっぱ嫌な感じはしてたと思うんだけど、7に開いた分だけちょっとホッとしてるよね、うん。でまあ巨人が、まあ、阪神と入れ替わったという、はい。で阪神がちょっと心配やね、うん、うん、まあ60勝一番乗り、まあヤクルトね、やっぱ、はい、昨日のゲーム見てたらやっぱりヤクルトは強いなっていうふうには感じたけどね、うん、気持ちも伝わったしね、はい、はい、そういうセ・リーグでした。はい、巨人がねまた3位まで上がってきて、そうそう、中日と広島のゲーム差が縮まってきているっていうのも、まあ3連勝したからね、うん、うん、ただこの3つっていうのはすごく大きな3つのような感じがするよ、ゲーム差はね、そこはまだね、はい、はいはい。でパリーグ、はい、ね、お付き合いがいい、お付き合い何のことでしょうかこれね、西武が勝つとソフトバンクも勝つ、なるほど、負けると負けるということで、もうなかなかこう縮まらないし広がらないというね、なるほど、うん、ただまあここら辺はまあさっきの3連戦とは順位は全く変わらないんだけどもね、はい、うん、でもこの中でやっぱり一番心配なのはロッテだね、ロッテ楽天、うん、まあロッテの方が心配かな、うん、やっぱ夏場にこんなに打てないっていうのはありえないもん、うん、なるほど、いくら投高打てっつってもさ、うん、打てなさすぎるよ。じゃあ打てなかったら日本ハムみたいに足をどんどん使えとかさ、うん、いうふうに思うけどね、なるほど、はい、はい、まあこういう3連戦でしたね、はい、はいはい、まあ流れが変わる、まあこれからもっと厳しい戦い方、戦いというかね、競り合いが待ってるんでね、まだまだ暑さも続きますのでね、そう頑張ってほしいと思います、はい、ありがとうございました。